アロンなんかね、ハイパーがつくね。お店は8月18日が年一になってると思うんで、今日はハイパーアロン深い店じゃん。打ち切られてるとかないやな、さすがに。マジで終わった。あーきつー、最悪や。おはようございます。おはようございます。ドマさんです。唐揚げです。はい、ということで本日8月18日周年おめでとう、はい、おめでとうございます。言われた。8月18日ハイパーみたいな、はい、ヨーパー深い野郎にしたんですけど、あ、まあ普通にやっぱ打っても面白くないから、本日勝負します。何の勝負かって言ったら、僕とね、唐揚げパチンコ歴がそもそも結構違うんですよ。違います。唐揚げ19歳から1年、1年ぐらい。俺ガチ稼働して11年、12年ぐらいになるんかな。はい、まあ、歴が違うから、そんな歴の違う中で期待値どれぐらい変わるんやと、立ち回りどれぐらい違うんやみたいな勝負をしたいと思う。はい、俺と唐揚げでどっちが鍛えて詰めるか勝負、はい、19歳の唐揚げ VS 33歳の俺で鍛えて勝負しようか。しましょう。で、まあもう入場終わってんけど、はい、俺番号287、唐揚げが101です。300人中、はい、レール番、はい、レール番で、俺は剣剣早速だから立ち回りには触ってこんねんけど、まあ、そもそもけどマイナスされたら負けやから、はい、俺の勝ちやから、そもそもそうですね、打たへん方が良かったっていう感じや。空き待ち、俺は空き待ち、うん、空いたらまあちょろちょろっていくけど、はい、勝ちますよ。まだ1年のひよっこに負けるわけないんです。いやいやいや、そんひよっこに今の若者の勢いを確かに見せていきます。情報量の違い、そうっすね。まあまあやるか、やりましょう。お願いします。お願いします。1時前、現状、まあ、立ち回りの勝負したわけやけど、唐揚げ朝一から打ってレールガン移動してないやろ。してないです。あ、やるな。やる。19やと思う。アナドットする。何度で回った26です。負けとやないですか、もう。あかんわ。そうやな。ちょっと舐めてました、僕のこと。いやいや、けど言って上村の可能性もある。あ、あるっすね、それはもちろん。分かってない、まだパチンコ。舐めすぎや。何も突っ込んでる。16,500円。そんなんで、そんな26って断言できるような今のパチンコ合わない。合わないですか、うん、全然22度まで落ちる可能性ある。カッター思うとったら構わない。いや、僕は今勝ちを確信してるんですけど。いやいやいや、で俺やけど1代目デイブ打ったけど期待値ない。で2代目の今ゴーゴーマニー打ってるけど期待値ないって状況やな。じゃあ僕の勝ち。22まで落ちても負けとかじゃないですか。俺の勝ちやん、もうこれ今日。いや、ほっか、こっからまだいけんねん。分かってない。ゴーゴーマリーまだ上がるかもしれんから、全然まだ打つけど、はい、周りを俺見と勢いが違う。俺は、あ、俺隣に当たりおるから、ケージがおるから空いたら行く、飛びつくから。周り見れへんようなとこおるやん、配置的にな。確かに、はい、ないな。
そんなとこ座ってあかん。俺は今ど真ん中に位置しとんの。大地あるかないか分からへん。だいぶ打っとうけど空いた時に飛びつけるような状況のところにおるから俺は。僕はいないところですよね。そうだって後ろや見えへん。後ろですね。見えないですね。全く見えへんや。ほぼ店内見渡せる位置おるからそうですね。僕は別にもう飛びつく必要なくて別にこの位置で打っときゃいいんで、なんとか。それで勝てるんで今日僕は。いやそれ甘いってまだまだ落ちる可能性あるからまあはい、俺だって聞いたもん。近くに打っとうレールガンの人から、はい、3台あるやろ、はい、1台打っとう人に聞いてやんか、はい、しゃべりかけてくれて、はい、何もでもあったんすか。22ぐらいっすね。あーボーダープライチ2ぐらいですかね。うん、唐揚げも落ちるんちゃうかな。まあけどできかもしれない。できかもしれないっすね。まあまあけどまだ分からんかな。そうっすね、はい、勝負や。はい、立ち回りとかいうレベルで空いてない。マジで空き台探す方がむずいぐらい。やばい、何でも座っとんもんな。やばい、これはマジで危険や。どこもこれも全部や。アイトン休憩中のみ空き台がない。これもアイトン休憩中か隕石中のみ。
さんならでパッティングを1本。いや、僕逆アウトラバースされてるんですけど、今簡単ですか、絶対簡単だよ。これで打ち切れるっすね。これでガッツリ左スロームできるな。そうっすね。まあ、はい、僕の方が左上ですけどね、多分。やめたらあかんで、ね、もうやっぱ新幹線やれな。いや、これ平成パラだったらあれなんで1対1がいいんで。確かにな。そうっす。そろそろ終わらせるわ。そろそろ終わ、あ、わざと終わるんすか。わざと通常マラソンがやばいやろ。そう、やばいっすね。そろそろ終わるわ。何が多い？ 1 対1は今あるんで回しますわ。何個ぐらい持ってるの？22ぐらいです。ああ、まあまあ十分やけど、僕ヨシバであれですよ、一生徘徊してましたから。で、座ってすぐ1万5000発出たの？いや、すぐじゃないですよ、2万以内であれ出たの、2万発ぐらい。しょっぱい、しっかり出し切るあたりが強い。いや、負けると気が知れないです。これこの昨日あんまりマジで計算しといたけど、だいたい時給マイナス1000円ぐらいの、だいたい。だいたい時給1000円ぐらいマイナス1000円やで。だいたい合ってないんですよ。合ってるって。3.57 で高価ボーダーぐらいのだいたい時給マイナス1000円ぐらいある、だいたい。そんなもんでやってるから毎月5、6万負ける計算ない。もう帰ってください。帰ります。そろそろ期待値。どう？でも期待値あるのね。大撤去されてへんから。合わさると期待詰めないんで。合わせます。多分ですけど、唐揚げ僕の代が期待値高いと思ってないんですよ。なので逆で狙いに行く。お疲れ様でした。お疲れ様です、ということで、ベテラン VS 新人、はい、結果言いますか。はい、現在21時半同じ時間で終了して、まあ、同じ時間でスタートして、で朝は俺全然台取れてなかったんけど、はい、まあ、最後夕方ぐらいに得意の延々ゲットすることができて打ち切ったという形で、まずは朝ずっと打っとった唐揚げから、はい、期待値からいくか。期待値勝負やから。期待値1万748円。1万748円。安い。
現金突っ込みすぎたっすな、行きすぎた。まあそれは確かにな、きついかも。全部持ち玉で行けたら1万5千円ぐらいの台で、そうですね。でしかもあれやな、もっと朝一回っとってどん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 ちょっと落ちていったって感じ。そうですね、はい、まあ俺がやっぱ予想した通りまあけど俺が思ったより大幅に上行ったわ。ほんますか。1000円ベース 23.6 やろ。そうっす。俺22とか行くやろなって多分昼に言っとったから言ってたっすね。だからそういう面では唐揚げさすがやな。ですよね。ああですよね。もうちょい謙遜せえよ。すいません。てかあれやな、収支はプラスやな。プラス9800玉。まあまあまあ収支はどうでもいいか。そうっすね。ああおまけみたいなもんやからな、うん、期待値が大事だから、まあ、一応、まあ、やるやんって感じやな。ありがとうございます。俺が1台目レイブってだいたい480円でやめて安すぎるから、でマリン移動してマイナス360円叩く。ほぼプラマイゼロ。そう、もう打つもんなくて一生徘徊しとってん、はい、なんとここでまさかの時代遅れの U タイム狙いってきて残86の肛門茶碗ゲットして、ここで2650円稼いで、さらにまた徘徊して永遠ゲットしたと。まあ永遠はずっと狙っとったからな。でちなみに俺2台ぐらいな目の前で取られてん、はい、くわーみたいな、それ2回ぐらいしとったから、痛いな。取れとったら新幹線やからあれ、期待つつも。そうですね、うん、前も多分例え出したと思うけど、チャリ対新幹線みたいなもんやから、ね、まあ、言うたらレールガンなんかチャリやん。チャリ道路じゃない、あれ徒歩っすね、多分徒歩やな。徒歩っすね、あれはこっち新幹線やから。いやまあ絶対これ夕方からでも座れたらワンチャンまくれると思っとって、はい、でなんとか座れて、これ困ったことに当たりすぎたんよ。あ初当たり3回4回引いて、ほんでもうめちゃくちゃ出たやん。でも俺なんと延々で期待値約15000。嘘でしょマジ。で合計俺17720円、俺の勝ち。これがベテランの味、わかる。いやいや、えぐすぎるやろ。夕方からのそれはやばいやろ。いや、えぐすぎる。いや、延々えぐい、やっぱり。延々がえぐい。なんせな、なんか周りに聞いとったけど、俺の代やっぱりちょっと良かったっぽくて。1000円ベース 22.1。 いや、回りすぎでしょ。どない。いや、ちょっと、ま、ちょっと、まあまあ、まぐれっちゃまぐれっぽいね。いや、でも、正面、夕方の時で僕も勝ち確信してたんで。確かに。俺も絶対勝ったと思って。昼過ぎぐらいにギブアップ言いに行こうと思って。で、肛門拾えて、ここで流れ変わったというか、まあ、ちょっとだけでも詰めるんでかいな思って。まだ全然これ、いけるなと思っとったら延々拾えたから。まあ、粘りがちやろ。いや、だって、逆に良かったかもしれん。座ってなくて。中途半端なやつ座っとったらさ、確かに。永遠が空いたことに気づけてないやん。結構粘りがちやな、マジで。まあけど1日打ち切れとうやつすごいと思うわ、この戦場で。やっぱなかなか上手い人もな、捨てたり人も中でな、ね、1日打ち切れる台を掴んだ唐揚げに拍手を送るわ。ありがとうございます。まあまあまあけど、まだ期待値的に言ったら俺の2分の1ぐらいやから。永遠はずるいわ。ずるいな。ずるいわ。永遠はずるいわ。ずるい。いやまあけど、まあまあまあ俺の収支も出しとくけど、プラスになったし。まあ、ほんま粘りがあったわ。俺多分な、ほんま夕方までに1万歩ぐらい歩いとうから。ハイエナじゃないですか、もう。もうハイエナ。回る台のハイエナやな。ほんでまあ、大悪ねんけど、我慢して、あ、これはあかん。やっぱ俺延々がいたらマジで、延々かからくりって思っとったから、マジそこがピンポイントで開いてくれて、まあ、俺の勝利につながったと。ベテラン VS 新人。これ、企画ずっと続けていくから、はい、今俺1勝で0勝。でこれがどっちが先に10勝するか勝負しよう。ああしましょう。で10勝した段階で負けてる方、重い重い罰ゲームします。それでやろう。いや別にいいっすけど、何させられるんやろ。それはまた GM とかと相談してな、考えようぜ。今日は俺の1勝と。番号がこんだけ不利でも頑張れば粘ればいい店やったら粘り勝ちできると証明できたやろ。そうですね。ありますか今日は。帰りましょう。お疲れ様です。そうです。気分がいい。帰ろう。しょ